Welcome to Think Tech Hawaii. こんにちは、ハワイ。A Japanese language broadcast streaming live from Honolulu downtown and available on YouTube. I am your host, Chikako Nago, and joining me today in the studio is Dr. Kiyoko Hijirida, a UH professor. 皆さん、こんにちは。ホノルルのダウンタウンから Think Tech Hawaii が日本語でお届けしています。こんにちは、ハワイ。ホストの名護千佳子です。今日の放送は沖縄語、シマクトゥバをボランティアで指導されておりますハワイ大学の名誉教授、ひじりだ京子先生にスタジオに来ていただいております。先生、よろしくお願いいたします。こんにちは。まずはですね、シマクトゥバ、沖縄の方言でご挨拶お願いいたします。そうです。はい、タイグスよ。ワンネひじりだ京子んでいちょいびん。生まれうちなぬやんばる羽地のなこしうち生まれやびたん。牧屋小学校うわてからなあファンかいやびたん。なまハワイうちくらちょいびん。ゆたさるぐとにげさびら。はい、わあ。さあ、なんておっしゃったのでしょうか。ね、今のをじゃあ日本語でもう一度お願いできますか。皆さん、こんにちは。はじめまして、ひじりだ京子と申します。生まれは沖縄の北部の方、羽地の名護市というところです。牧屋小学校を卒業してからは那覇の方へ移りました。今は長い間ハワイで過ごしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございましたよ。ありがとうございます。これは首里の方言になるんでしょうかね。そうですね、はい、うちな口です ね、 ね、すごく上品な感じで、いいですね、この流れが。先生は羽地の出身でいらっしゃる。そうなんです、ね、いわゆる沖縄ではやんばるって言われるところですよね、はいはい、沖縄の北部の羽地の出身。 ね、そして育ったのは那覇市ということになりますか。はいはい、ハワイに来ても何年になるんですか。そうですね、50年すぐ近いですね。1968年。はい、で先生は、40年間ハワイ大学で教鞭を取ってらっしゃったということなんですよね。はい、で最近リタイアをされた。最近じゃないですか。まあ、最近ですね。もう10年近くなります。10年。あ、そうなんですね。はい、ということは那覇から、大学の方はアメリカの方に行かれたということですよね。はいはい、最初はね、はい、中西部の方でインディアナ大学に行ったんですね。それから一旦沖縄へ帰って、はい、それからハワイに来ました。今お年聞いてもよろしいですか。82歳になりました。若々しいですね。はい、ということはですね、先生が若い頃当時というのは女性で沖縄からアメリカに留学、なかなか稀なことだったんではないですかね。そうですね、ただ沖縄では、はい、若い人をですね、アメリカの大学へ送った奨学金制度がありましたね。はい、私もそれに応募してインディアナ大学に受かった。あ、そうなんですね。はい、じゃあ大学では言語学を教育学でした。あ、教育学。はい、あ、最初教育学ね、それから応用言語学、言葉を教える。はい、でハワイ大学では日本語を教えてました。長い間ですね。わかりました。今ですね、冒頭で先生にお話をしていただきました。まあ、いわゆる沖縄の方言、私たちは小さい頃から沖縄の方言っていう感じで方言って聞いてましたね。そして、はい、最近になってうちな口っていうふうに聞きますけれども、はいはい、また最近はシマクトゥバという言葉もよく聞きますね。はい、であと沖縄語っていうのも聞きますし、 そうなんですね、その辺はどうなんですかね。そうなんですね、いろんな呼ばれ方をしますが、はい、それぞれ定義はあると思うんですよ。すごく簡単に申し上げますとね、はい、昔は私たちは
沖縄語というのは方言だというふうに、学んでました、言ってましたね、はい、でもここ20年くらいになりますかね、言語学者がそれ特有の沖縄語だったら沖縄語特有の言語組織があって、ユニークネスもシステマティックに何て言いますか、文法もある言葉は一つの独立した言語だというふうに主張されるようになったんですね。なるほど。それからユネスコの影響が大きいと思うんですね、沖縄語とちゃんと、そして宮古語と八重山語と、そういう呼び方で危機言語として取り上げたんですね、一つの本当にラングイッチとしてそうですね、そうですね、それぞれのシステムを持っているからっていうんですね、システムマティックに組織立ててね、なるほど。でも島くつばという場合は沖縄語には沖縄にはいろいろな島がありますよね、それぞれ自分の生まれ島とも言います、ふるさとの意味もあるんですね、はい、そうですね。で昔の交通事情ですから、それぞれ離れているからみんな固有のラングイジがこう展開されていくんですけども、はい、ですからそれぞれが島くつばを持っている、自分の生まれ島のそういうふうな言葉が島くつば、自分の故郷の言葉っていうことになるわけですね。全体をひっくるめて島、それぞれのみんなの言葉を言う場合は島くつば、島くつば、でも内縄口という場合はまたね、はい、本島のそのマジョリティに何て言いますかね、みんなでコミュニケーションできる言葉を普通内縄口、内縄口、本島の特に南部、はい、中南部ですね、はい、広いところで使われている、それを内縄口と呼んでるんですね。そうなんです、はい、よくわかりました、ハワイでは内縄口という、ね、そうですね、ハワイではね、まあ、最近ね八重山の方もいらっしゃるから、また言葉を教え出してますから、また島くつばっていうのが使われるかもね、その時はね。なるほどですね、そういうことですね、まあこういった感じで肘田先生はハワイでコミュニティで島くつば、方言または内縄口を教えていらっしゃるということです、はい、まず HOA の方で教えていらっしゃるということですよね。そうですね、今はバランティアで、はい、教えております。リタイアしてから始めたんです。なるほど。どういった方が習いに来てるんですか？そうですね、やはり三線に興味があるとか、踊りを習ったことがあるとかね、はいはい、沖縄が好きだとか沖縄行くからとかね、はい、いろいろ関係した方々が学んでますね、やっぱり沖縄系の方が多いですか？あ、そうでもないです。そうでもないですね。人もいますね、はい、でもミリタリーの方も沖縄に駐在してたから好きになったとかね、いろいろありますよね。あ、そうなんですね、はい、じゃあもう本当初期というか初心者レベルの方から教えていくという感じなんですね。そうですけど、まあ、大学と違うのは、はい、必ずしも言葉の背景が日本語が分かるとは限らない、いろいろです。ほとんど英語ですけどね。そうですよね。ですからね、教科書もこういうふうにローマ字や英語で書いたもの、はい、特にこの立夏内南海という、まさし崎原先生がお書きになったもの、流大の先生が、これは全部英語で書いてますね。ローマ字が使われていますから、とても助かってます、はい、なるほど、はい、感じですね。そして放送用放送局でもそうなんですよね、はい、そうですね、ケイズでも長いことやってますね。で現在はあれは HOA アワーですか、はい、その中で15分、月に、そうですね、毎週末日曜日にはあるんですよね。で三田先生と照屋先生が週2回、はい、月2回ですね、はい、そして私がまたレッスンの方を月2回というふうに担当しております。ラジオだとね、本当にいろんな人に広がっていきますので、はい、
さんの方聞いてらっしゃるでしょうね、きっとね。どうなんでしょうね、見えないですからねそのつもりでやってるんですけども。そうですよね、はい、やっぱり耳慣れるということはすごい大切なことです ね、 ですね、ラングイッチにおいてです ね、 ですね。だから日本語放送も、はい、ハワイではすごく大切な役割を果たしていますし。そうです ね、 ね、聞いてわかるというのはとても、ね、はい、大事な、話し出す前の準備が準備にもなりますね。そうですね、はい、であと自己応援の方でも教えてるということですよね。はい、自己応援はですね、はい、とても場所柄中央にありますでしょう、うん、とっても学習者も多いんです。あ、そうですか、はい、A 中央 A の2倍くらいありますよ。あ、場所が大きいということですね、はい、大きいです。それにね、先生方もたくさんでいらっしゃる、はい、もう素晴らしい情熱的な先生がいっぱいいらして。あ、そうなんですね。大変にぎやかなクラスを持ってらっしゃる。ちょっと面白いなと思うんですけど、はい、私みたいに沖縄からハワイに来たものにとって、はい、ハワイの3世とか4世とか日本語もわからない方々が、はい、ね、方言を、口な口をっていうのがちょっと面白いなと思うんですけれども、先生から見てどんな感じですかね。そうですね、親から、うん、聞き慣れた言葉なんかよく使ってますよね。はい、ガンジュー、チャーガンジューとかねただちょっとしたガンジューやいびみというコンプリートセンテンスにはならないんですね、はい、その単語単語をね、はい、単語単語が非常に続いてますね。だから言葉は継承されますね、使っている。そうですね、はい、で耳慣れてても実際に自分で話すっていう時になるとちょっとしたものを加えると綺麗なセンテンスになるんですけれども、ね、単語単語になると、はい、あれっていう感じになるんですよね、はい、それはもう多分沖縄に住んでらっしゃる方も一緒だと思うんですね、うん、聞いたことはある、はいはい、フレーズなんですけれども、これを目上の方に話す、これ合ってるのかなっていう風な感じになるので、うん、話しにくいっていうこともあるかもしれないです ね、 ですね、はい、なるほどです。やっぱ聞くことは大切ですね。そうですね、はい、わかりました、そうですね、このハワイのウチナーンチュコミュニティで、まあ、いろんな人がウチナーン口を学んでいるということなんですよね。どういうきっかけでウチナー口を教えることになったんですかね。それはですね、実はハワイ大学から続いてるんですよ。コミュニティではボランティアしてますけど、はいはい、日本語を教えていたんですが、40年間ね、はい、で30年間は、まあ、日本語だけを教えてました、はい、でも2000年になって、うん、2000年になってね、この沖縄語が入るその措置ができてきたんですよ。それはどうしてかと言いますとね、はいはい、ちょうど2000年は新世紀に入るということでしたけど、たまたま沖縄からの移民が来た100年のお祝いだったんですね。そうでしたね、2000年がちょうど100年歳でしたね、はい、そしてね、はい、それで1年間、もうケイズーさんが、特に浦恵子さんがね、はい、もう沖縄を盛り上げるために沖縄との交流をすごく密にしたんですね。ニュースは毎日のように流れるし、はいはい、三線や踊り、ね、そういうものが非常にコミュニティに盛んに、この1年間それを祝う前祝いのためにね。あ、なるほど。そしてお祝いが来ました、はい、その時にハワイ大学で日本語科の方にですね、ハワイ大学の日本語科でも沖縄語を教えてくださいとか、教えていますかとかいう問い合わせが来たんです。あ、なるほどね、はい、ちょっとこれすごく興味深いことですちょっと待ちくださいね。日本語でお届けしています、こんにちはハワイ。ここでちょっと休憩をいただきます。こんにちはハワイ、 A Japanese series in Tik Tik Hawaii. We are taking a short break here. We'll be right back. Stay tuned. Aloha, Stan Energy Man here. You can see me every Tuesday at 3 p.m. here on Think Tech Hawaii. We're not on Friday anymore, so don't be looking for me on Friday. I'm on Tuesday at 3 here on Think Tech
coming to you live and direct from the beautiful studios in downtown Honolulu's Pioneer Plaza. So please join me, and we'll talk everything about hydrogen and clean energy, not only for Hawaii, but for the whole wide world. Aloha. Hi guys, I'm your host Lillian Kumik from Lillian's Vegan World. I come to you live every second Friday from 3 p.m. And this is the show where I talk about the plant-based lifestyle and veganism. So we go through recipes, some upcoming events, information about health, regarding your health, and just some ideas on how you can have a better lifestyle, eat healthier, and have fun at the same time. So do join me. I look forward to seeing you, and aloha. We are back from break. I'm Chikako Nago, and this is Konnichiwa Hawaii, talking with Dr. Hiyoko Hijirida in the studio. ライブでお届けしております、ThinkTech Hawaii の日本語番組、Konnichiwa Hawaii。今日は沖縄語、シマクトゥバをハワイで普及されています、Hijirida Kyoko 先生においでいただいております。それでは引き続きよろしくお願いいたします。ということでですね、ハワイ沖縄のコミュニティでこう盛り上がりがあったわけなんですね。そうなんですね、はい、やはり学生の声というのは強いですね、はい、その時たまたまデパートメントのチェアが台湾の方だったんですね、はい、リー先生、はい、YC リー先生、その方がですね、じゃあ台湾語と沖縄語を、はい、日本語に入れましょうという決議をしたんです、提案をしたんです、はい、そして決議をして、それが 100% 職員がみんな東アジアの学部の先生が全部同意して、そしてセラフィン先生、それは沖縄 の、はい、言語学の専門の先生と、ね、私はそうじゃないんですけど、たまたま沖縄出身がいたということで、はい、2人がその担当になったんですね。それから私はそれに奔走して、日本語と同時に沖縄口も教えるようになったんです。それがきっかけです。なるほど、はい、どんな気持ちでしたか、先生は。その時は私は社会変化というものを感じました。社会変化を感じた、はい、というのは、州立大学はみんなのための大学ですから、学習者の声というの、コミュニティの声、ニーズというのは非常にこう取り入れるのに取り入れやすいと言いますか、そうですね、はいはい、それからその声に耳を傾けてくれる、それから沖縄のコミュニティの力強いその文化の継承の活動、はい、それが大きかったような気がしますね。そういう風が吹いてきて、ハワイ大学にもそれが押し寄せてきた。そして私は、ああ、時代変わったなって思いました。ああ、そうなんですね。はい、やっぱりハワイの社会でも、沖縄の4世、5世の人たちが活躍をしてきたっていうことですかね。それは大きいですね。それからアメリカ全体の風もですね、はい、マイノリティの、例えば、女性の 活躍が非常に活発になったし、はいはい、それから、ね、マイノリティの文化もアクセプトする雰囲気があったんですよ。なるほど、ね、はい、新しい世紀の風が吹いた、まあ、びっくり、嬉しい、はい、嬉しいというか、嬉しかったですね。そうなんですね、はい、嬉しかったです。生徒さんたちから沖縄の、はい、沖縄語っていう要望っていうのがすごい、本当にすごいですよね。そうですね、はい、すごい興味深い点だと思います、はいはい。そしてですね、先生は今内縄口の訓練を自分でなさったっていうことをおっしゃってますけど ね、まあ、ね、日本語、最初に日本語実際日本語を教えるのに一生懸命でしたから、はい、日本の文化とアメリカの文化比較対象というのが主な、コンテンツだったんですけど、ね、教授法とかね、でもそれから沖縄語を教えるとなると、もう自分自身が話せないと大変、そして一度も話したことがなかったんです、沖縄では。一度も話したことが、禁止の時代に。禁止の時代なんですね、はい、なんと。それで、でもただ
あの両親から聞いてたし、はい、それからコミュニティで聞いてたし、はい、それからよくあの毎年お祭りがあるし、ね、沖縄の踊りやあのもう演劇っていうのは見てたから、はい、聞くことはできたんですよ。だからあの自分自身であの長い小説、特に我が輩は猫であるが翻訳されてるんです、内名口に、はい、夏目漱石の名作が、あ、そうなんですね、それでね、これをずっと読んでいく、自分で声を出してね、して、はい、そうすると文法がよく理解、こう、ね、日本語が分かると内名口ってすごく入りやすいとも言えるんですよ、あるルールを、ね、あの音韻的にね、例えば、あ、心だったらククルになるし、はい、オがウになるとかね、はい、そういうちょっとした音韻変化のルールを当てはめれば、日本語分かったら早いんです、はい、内名口は。ということは、はい、内名口と日本語は近いということですね。そうなんです、親戚、それも近い親戚、近い親戚、あのそこにね、その内名口の非常に大事な存在価値といいますか、はい、あるんですけども、あの祖語はほとんどシェアしてるからね、大和言葉はルールで、あの言葉はあの音韻は発音はね、はい、あの自分で類推できる、推し量ることができる、量ることができる、はい、うーん、ことは普通だろうとか、そういうふうにね、はい、あ、じゃあちょっとしたルールをアプライすればできます、言葉はね、内名口がちょっとスムーズにいくような感じですかね。習いやすいです。祖語が似てますから、ね、似てますね、一緒ですからね、はい、だから親戚関係にある。うーん、あの先生はご自分の声を聞き分けることができる、モニターをする、そうですね、あの自分の耳で分かってますからね、はい、あの自分が間違ってるか、あ、正しい、これで通用するかはね、あのモニターできるんです、自分がコンプレヘンション、うん、できるとね、はい、ですからね、英語を学ぶときもコンプレヘンションアプローチというあの教授法があるくらい、ね、うん、リスニングだけを最初教えて、はいはい、あのそれからあの発声発話することを教えるというのは、それだけあのリスニングのができるとプレッシャーがそれだけなくな取れます ね、 あ、そうですね、分かるからね、はい、であとは発話を練習する。だからあの子供に日本語を教える時にも、はい、親が一生懸命使ってたら子供はコンプレヘンションがディベロップしますからね、日本へ連れて行ったら子供も話すようになる、その状況に置くとね、聞いているからですね、はい、聞いているから聞くことの大切さ、はい、大切さ、はい、あ、私もそういう意味では一生懸命発話をして自分でモニターして、はい、で自分で勉強しましたね、いろいろ読んだり、訓練ですね、はい、やっぱりね、自己訓練をしました。これはあのどの言語にもアプライするということですよね。そうですね、はいはい、ですから教授法にはもう有名なコンプレヘンションアプローチっていうのがあるんです。最初聞く訓練から立てるの、はい、で言語をあの、まあ、学ぶとして習得するには聞くことがすごく大切だっていうことになりますね。はい、聞いたらそれだけあの発話するときはもう分かるので、あのなら、ま、なんて言いますかね、プレッシャーが、ストレスがね、それだけ半分は分かる。あと声を出しやすいとか、そういうことです ね、 ね、話しやすい、はい、そうですね、あ、子供さんを日本へ連れて行ったら、はい、お家では話さなくても話し出しますね、話しますね、他の人として。そうですよね、ちょっとそれですね、そうですね、うん、子供はよくあの言い分けていますよね。例えばあの、うん、沖縄連れてったらもう沖縄のイントネーションでも OK になったり、そういうことなんですよね、まあ、そして本を朗読して、読んで、それから辞書を読んで、ね、沖縄の文化をどういうふうに説明されてるか読んで、自己訓練はできますね、はい、あ、そうなんですね、はい、これはもうじゃ誰でもできるっていうことですね。そうなんですよ、本当に。なるほどなるほど、はい、ああ、分かりました、先生はあのチャンプルーハンドブックっていうのをあの使ったっていうことをおっしゃってましたよね、はい、あのこの言語を教えるときは文化と一緒に、このタイトルがね、はい、ハワイ大学では沖縄の言語と文化だったんですよ、ですからやはり文化をどうするか、何を使うかということで、はい、最初はあの
沖縄大学、沖縄国際大学のね、大城智子さんたちの本をそのまま使わせていただいてましたけど、はい、やはり日本語が高すレベルが高すぎるとかね、学生のニーズはまたもっと他に興味があったりしたもんですから、はい、一緒になってプロジェクトとしてサンプルハンドブックをちょっと優しい日本語で書いたんですね。でこの中には文化の要素がいっぱい入ってる、はいはい、HOA の組織も興味があるし、うん、そういうもの、はい、それから世界のウチナンチがどうなってるかとか、ね、なるほど、はい、そういうものとかあの歌だとかが、はい、この学生が興味を持つ、うん、あの歌だとか、はい、みんなで歌えるそういうものを取り入れてね、割と学生が勉強できるようにしたのがあのチャンプルハンドブックで、沖縄研究センターからウェブサイトで検索できます。そうなんですね、はい、あぜひ見てみたいですね。そしてあの沖縄県での取り組みについて短く、あのはそうですね、この間の沖縄で、はい、ウチナグチのシンポジウムがありましたので、はい、あの県を訪ねて行ったんですね、そしたらね、県ではね、島言葉普及の取り組みについて沖縄県の説明を受けたんですよ。あ、そうですか、はい、あの沖縄には10年計画があって、でもう6年間はやってきた、そしてあと3年残ってるというのが今の、はい、あのまあ、とにかく沖縄県でも一生懸命この沖縄語を残そうと努力してるんですね、うん、そんなもうそれがね非常にあのこう組織立ててやってるのを知らなくてね、はい、私も随分あのあ随分やってるんだなって、はいはい、あの感心させられました。講師養成もしていますし、うん、それからあの検定字幕とは検定だとかですね、あの非常に真剣に取り組みして、そしていろんなあの本もたくさん教科書も出してくれてますし、本当にもう一つの言語ですね。そうですね、はい、あの島言葉普及の目標値というのがあるんですけど、はい、おそらくこのあと3年ぐらいまでに、はい、まあ、あの予定通りとはいかなくても、はい、かなりあの成果は見られるんじゃないでしょうかと期待してるんですけどね。楽しみですね。なるほど、よくわかりました。最後にですね、はい、このハワイでウチナーグチが普及するこう意味というか、先生あのどうですかね、やっぱり、ね、はい、まあ、あの一番私たちが目につきやすいのはウチナーの文化は結局あのまあ芸能にしてもね、はい、うちの踊りやその三線を習うにしてもみんなウチナーグチですよね。そうですね、はい、お料理にしてもいろいろなものがウチナーグチがいっぱいね、やっぱり文化とかなりつながってる、言語はつながってますね、ということなんです、ね、それが一つ の, あのアイデンティティはその言語と文化というなら、それをあのなんて言いますか、いつまでも、はい、あの継続していく、継承していくには言葉は大事だ。そうですね。それからもう一つ、ハワイ大学で、そろそろちょっと、先生、もっともっと時間を伺いたいんですけれども、ま、そろそろ時間が来たこれがね、一番大事です ね,、はい、ですね、文化ね。文化ですね。はい、そろそろ時間が来たようです、石田先生。今日は大変あの楽しいお話、どうもありがとうございました。Okay, we are out of time, Dr. Hijida.Thank you very much for coming. Stay tuned for more shows in Japanese. Thank you for all for watching. Think Tech Hawaii. I am Chikako Nago. See you next time.